はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4。今回からコプやっていきますんで、ビッグママが、なんか来たぞ。行 ってね行 ってねちょっと。行 からすね。おい、助けろ。こいつがビッグママ全然ママじゃねえけど。じゃあ今回から、ファークライ4、コプ。やっていきたいと思います。じゃあ、早速じゃあ、どうしようかな。まだシングルプレイ終えて、すぐコープができるってところで今コープやってんで、まだまだマップが開放されていないと。なので、まあ、とりあえずカーチェイスが得意なビッグママ、ん?ちょっと得意かな?いるので、いや。デルタワーに行こうか。今これ、マップでさ、行き先示したけど、表示されてる?ちょっと乗れない、乗れない。お前の動画なんだよ、お前と ちょっ運転。と俺も乗せるよ。お前運転しろ。いやいやいや、俺が運動転画すだんろ。の。俺が運転すんの。そう、当たりもう前フロントガだろ。ラスボロボロじゃねえか、これ。しゃあねえだろ。ラビレイララの、ラジオでも聞いて。ああ、このゲームのいいところって車のハンドルが意外としっかりしてるんだよね。そうなの?曲がるときに。それがね、結構好きよ。おお。あ、よく見たらスピードメーターもちゃんと動いてる。意外と作り込まれてる。みなこの大自然。なんかハテナあるけど。ん?あとで行ってあみれ、るんです。すぐで。はい。はい、着きました。行ってみますか?ここ降りていきましょう。よし。僕の武器は今ね、このリボルバーのマーク4と、あと、ハンターボートとショットガン。今、スロット3つ空いてるので。あ、そんな空いてんの？うん、ちょっと動画外で、動物の皮とか、たくさんいただいて、バックパックとかは交拡換し張ようかな。してるかな?え?消した。ええー、逃げえ?た！おい！ふざけんじゃねえよ！絶対銃向けただろ え?とりあえずベルタワーをね、開放して、マップを見やすく。あれ?敵いるかな?いるでしょ、普通。いたらスポットしていこう。まあ、少しぐらいでしょ。どうだろう?いるか?あなんか拾うって言うと、なんか、れ?草を刈る。いないな。あ、いる!いる! ちょっと待ってよ。あ、もう一人いた。あ、見つかる。やれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やっちゃおう。おっ。やっちゃえ、やっちゃえ。おお、ナイス。連携プ レイ。あれ、待って。まだいたし。クライム。よし。ナイス、エミ。この弓のね、サイトが非常にね、見づらいって言って。どこ登るの？よ、とりあえず、死体を漁って。麻薬レーション。なんかこの世界の通貨の単価随分高くない?思ったそれ。いいな、一気にお金持ちになってる気分なんだけど。あ、はしごあった。え、野原宏のれねえんだけど。プロパガンダをやめさせるのでしょう。登れないんだけど。お前しか行けない感じ？え、嘘。全然登れない。え、そんなことはないと思うけど。ですよね。え、でも登れない。あ、登れた。よいしょ。下手くそだった結果、俺が。俺の使ってる AR 最強なんだよね。AR? あね、ちょっと、昔ながらの、狩人みたいな、プレイスタイルで、弓を。あれ、これどっから上行くんだ?あ、ここ壊すのか?ほら。よいしょ。で、こっちか。確かそのコープのキャラクターは確か名前がハークって言うんだっけな。お。すげえ声が若々しいけど。
おっさんなんだろ。おっさんだよ。俺には見えねえけど。あ、これって君が拾ってるものもこちらに還元されるのかな。おお。あれ、登れない。登れた。はい、着きました。ちょっと待ってよ、アイテムを。なかなか遠いな、上。ふわーって言ってる。来た。で、こいつを。どっちに降りる？え、いや、とりあえずこれを。あ、これを壊します。はい。プラビンの家。誰やねん。おお、悲しみの部屋行こうぜ。悲しみの部屋行こうか。虎の巣。え、悲しみの部屋？ちょっと待って。とりあえず、なんか下にあるじゃん。剥がすやつあるじゃん。あ、プロパガンダあった。これどっち降りるの？とりあえず行き先を決めてから降りるとこ考えよう。悲しみの、これか。どっから降りる？これだ。これ行こう。おお、うお、中指立ててんじゃねえ。よしよい。あー、うわ。なんだろう、これ。え、これ二人乗れんのか、これ。ちょっと待って。あ、乗れる。え、ここ？え、ちょっと運転大丈夫これ。あの、目的地に向かってほしいんだけど、このまんま。出せろ。オッケー。なんだこのチープなヘリコプター。やべえぞこれ。え、ちょっとそこだよ、そこ。オッケー、分かってる。大丈夫か。降下します。はい、とりあえず近すぎてもあれだからさ。あ、はい。あ、すっごい短いフライトだったな。あ、じゃあこの辺で置いていきますか。はい、完璧な運転だね。待って、カメラでやって。あ、待って、バレる。わかる。大丈夫。ちょっと殺すから。それだけだろ。二人いんのかい。ステルスで行こうぜ。大丈夫か。いいね。シリンジキットを持ってるときは三角長押しにするとね、すぐ回復するんだけど、シリンジキットを持っていないときは三角長押しで、ゲージを1ずつ回復していくよ。多分。お、ここ、なんだろう。悲しみだから。きっと悲しい何かがあるんだろう。なんか、牢屋があるけど。あ、どうしてるの？探せません。バッグがいっぱいですけど。敵はいないのかな？麻薬ボール。長押しで読む。こっち来て読め、ほら。ちょっと待って。やった方がいいだろ。あ、ここもなんかある。苦しみの街。これだけ？いや、まさか。ですよね。何か奥まで行ったらお宝があるとか。あれ、奥ここで終わり？どっか開かねえの？これ撃ったら開くのかな？開かないや。この世は一体。え、終わり？嘘。あれ？なんもないぞ、これ以上。待ってよ。君、バックパックが小さいんだっけ？今、まだそんなに。あ、小さい。じゃあね、ちょっと待ってね。あ、ちょっとスキル振り割るわ。え？振り分けるわ。どうしようかな。ちょっと、え、ちょっと待って。いきなり撃たれた。ショットガンの出番だ。はい。あれ、でも離れちゃったな。びっくりしたー。これ、蘇生点起こしてるだけじゃねえか。ほら、ぶっ倒せ。あれ、逃げてってるけど。ナイフキルが好きだ。ナイフキル。待ってね。君のバックパックが小さいならば、どれだったっけな。クラフトのね、ちょっと、
メニューからクラフトのさ、バックパック？バックパックで材料何が必要か見て。サンバーの皮かけに。何？サンバーの皮？サンバーか。サンバーはどこにいるかな？サンバーはね、サンバーをじゃあちょっと、いた。サンバーをちょっと弓で。どういうの？今、目的地やったから、じゃあまた運転してもらおうかな。お前が運転してる次は。え、俺？これどうやって運転するの？書いてあるだろ。撃つとかあるのこれ。あ、普通に鉄砲で撃つんじゃない？あ、結構操作簡単な感じ。あ、そう。あ、さ、なるほど。鉄砲撃つ方か、これ。おぉ。あ、目的地こっちか。さ、ちょっと遠いから、フライトを、キラトの上空でのフライトをお楽しみください。これは、それになると焦るよね、ちょっと。うん。なんか、ミサイルドロップでもされてんのかなっていう、思うので。さあ、あっちの方面にサンバーがいるから、サンバーを買って皮を入手して、バックパックを拡大していくと。はい、じゃあこの辺で一旦降りよう。わっしょい。車か。さて、サンバーはいるかな？あ、走ってたらすぐバレる。え？バレちゃダメなの？バレたら逃げていくからね。多分この辺にいると思うんだけど、サンバーが。お。あ、商人がいた。商人と話してごらん。おお、そうか。見せ物がたくさんあるのか。とりあえず。さ、サンバー探すかな。ん？あれ？待って、嫌な音がして。ん？あれ？鳥が襲ってきた。おぉ、また逃げられたよ。逃げてねえじゃねえか。あ、いた。ちょっと待って、マーカーを消そう。かわいいな。サンバーはどこにいるかな？ちょっと探してみようか。ちょっと君は何をしてんのかな？いや、ね、銃をね、変えたかった。あ、サンバーかな、あれ。おお、鳥に襲われた。あ、なんだよ、お前。死ね。鳥に手首を折られたんだけどね。痛い。待って、サンバーは今、向こうに走ってってるやつかな？ああ。何？お、豚みたいなのいる。あ、スカンク。スカンク？これスカンクか。痛い。結構スカンクに殺されそうになるっていう。おーい。ほら。おーい。はい。いいね。二人がかりでこんなし、腕折れてんじゃん。噛まれちゃった、ちょっと。ちょっとなんか撮ってみて。じゃ、これといって何もゲットしない。あ、てかバックパックいっぱいだから入らないから。あ、そっか。ちょっと整理しよう。これしといて。じゃあちょっとバックパックでサンバーの皮は確保できるぐらいなスペースは作って。オッケーオッケー。あれ、さっきのサンバーどこ行った？何してようかな。ちょっとサンバー探そう。酒はいらねえ。安いの適当に捨てとけばいいかも。オッケー。サンバー一匹いったな。なんで緑の葉ってなんで持ってんだよ、そんなもん。で、こいつをバレないように倒すと皮が二つ手に入る。パッ！オッケー。いいね。オッケー、取っていいよ、皮。任せとけ。なんか、肛門に弓刺さってたけど。気のせいか。はい、サンバーの皮2個。2個で作れたっけな、今。うん。で、拡大して。あ、まるで戻っちゃうやつね。このゲームはバツボタンって言ってたからね。サンキュー。で、まあ、プレスコンクリートかな。じゃあ、どこ行こうか、次。どこ行こうか。
どうしようかな。ちょっとマップを見てみよう。オールド医者の家。人質救助？やるか。あ、違うな、これ。メインクエスト、メインクエスト受けれるんだっけな。どうなんだっけな。あ、違う、これメインクエストじゃない。サブかな。あれさっきヘリコプターどこに止めたっけ。あったあったあった。出てんだろ、マップに。あ、あった。行こう行こう。ね。ボーイでも簡単に運転ができるね。おー、スカンクいる。スカンクほっとく。ボーイでも簡単に運転できてしまう。この素晴らしいヘリコプター。無免許ね。これなら免許も必要ない。いや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 。こんな簡易的なんだよ。なんか。なんか見つかったんだけど。パートナーが見つかりましたって言われてもね。ゲイなの。ゲイなの。パラシュートとかないのかね。どうだろう。飛び降りたい感あるけどね。さあ、人質救助がどうたらって出たけど。ここ最初のところだよ。ここ最初のところかな。うん。降りてみよう。この家の中かな。こっち側じゃないの。よ。あ、家の中にいた。いた。それだけ。人質救助。小さな農園が襲撃された。王立軍はその場を略奪し、住民を人質に取っている。そこへ行き、まあ兵士たちを倒して人質を救出せよ。姿を見られた人質は処刑される。姿を隠せ。これ承諾しよう。ステルスゲームをやるってことだね。ステルスゲームをやるってことだね。君なんかステルス武器は持ってんのかな今。持ってるわけねえだろ。ステルス武器って何？ステルス武器というか、なんかハンター棒とかあるといいかな。もしくはなんか、多分またサプレッサー。どこでセットできんの？とりあえずどこでセットすんの？どっかショ、持ってないならどっかショップに行く必要があるな。あ。そうだね、ショップは、これセットできねえの？あ、ちょっとバナプールにファストトラベルして、マップから。じゃ、バナプールでちょっと弾薬とか、あといらないもの売ってこっかな。どうしようかな。不要品をまず売っちゃおう。雪氷の皮3枚持ってんだけど。よいしょ。ね、絶対バレてはいけないっていうね。ちょっと僕の苦手な、ステルス。いや、それだからね。いや、これまで。ハンター棒でいいの？まあ、ハンター棒はまずあった方がいいかな。まだね、サイドアームとかでサプレッサーをつけれないと思うから。うん。とりあえずハンター棒をメインでいこう。もしくは投げナイフ。投げナイフを持ってよ。で、じゃあこれでいこう。ギアが何個あるかわからないけど。だって買えねえの。あ、いや買えんじゃん。あ、10個持ってる。満ペア。いやもうね、いやもう動物の皮とか集めたら多めに持てるようになるかな。とりあえずなんか売るか。俺まだ矢持てたっけな、もうちょっと。どうだろう。いや俺10個しか持てないから。俺はね、どうだろう。あ、15本だ。まあ、でもミスらない限り敵に刺さった矢は回収できるから。ああ、準備ができたら行こう。よし。てか武器のやつ俺も増やしてえな。武器入れるやつ。マジで？マレーバクの皮。マレーバク？あれ、かけさん。それ作ってから行こうぜ。オッケー。マレーバクはね。それ作ってここ来て。目的地の近くにいるっぽいから、うん、じゃあ、ここを目標にして。行きましょう。行きましょう。とかなんか車かなんかないかな。さっきの最強の乗り物置いてきちゃったもんな。うん。バギーがあるね。とりあえずジップラインで降りようか。次行っていいよ。おっと、ラケビンを立てる来たお前。おっ。おぉこっちにいた。OK。よいしょ。じゃあ車の運転は君にしてもらおうかな。いいでしょう。俺に任せとけ。
あ、逆乗っちゃった。あ、運転席行ける。よいしょっと。すごいね、乗りに乗ってくるこのロックバンドの曲を聴きながら目的地に。まだラビレララかよ。テレレテーン、テレレーン。おーっと、危ねえ。一般人を犠牲にしてはいけないぞ。はい、なんか犠牲にしすぎたらなんかあるとかあるの？え、わかんない。なんだ。手配とかつくんじゃない？お前、焦ったかよ。さあ、とりあえずこの辺にマレーバックがいるから、いや、この辺で止まっていいよ。お前より運転うめえわ。いや、この世界で別にレースゲームというモードはないからね。どうしよう、どっから上行こう。確かマレーバック、この辺、この丘の上あたりにいたはずなんだよな。ん？あ、モンキーがいる。モンキー？ケツが赤いぜ。マレーバックね。もうね。お、ハンドガンの弾ゲット。いなくねー。今探してる。あそこ行ったらミッションか。黄色いの。うん。なんかいたらカメラでスポットしよう。なんか死んでる。ん？あ、猿死んでる。え？なんでや。わかんねえ。あれ、バックいないな。まあいいや、後ででいいや。ミッション行こうぜ。ミッション行こうか。また猿だ。じゃあミッション行こう。ウキウキー。待って、もうすでに敵がいるな。これはまあ人質を助けるミッションだからね、ちゃんとスポットして行こう。派遣できる兵士はいない。あの、僕なんかでっけえのいるぞ。でっけえの、でっけえの？サイみたいのいるぞ。サイみたいの？ほっとした。陶芸みたいのいる。水牛ってやつ。ほんとだ。ちょっと二手に分かれていこうか。ミス、橋の向こう側から。行ってみて。あっち。どこに橋があるのか分かんない。後ろ後ろ後ろ。じゃあ俺が橋の方行こう。うん、よろしく。あの、僕メインミッションで確か人質のなんかあったはずなんだけど、うん、あの、見事に見つかって二人殺されて二人生かしたので。頑張っていこうかな。なんか別にないね、これといって難しそうなポイントは。 OK、 あ、このサイみたいのは襲っては来ないのかな。襲ってくるじゃん、襲ってきた。一人しかいないの敵。え、いや、多分もうちょっといると思う。ちょっと待って、これなんだこれ。とりあえず殺そう、普通に一人。ちょっと僕迂回してから丘の上から行きます。 OK、 一人殺した。すべての敵を倒して、どこに？ちょっと待って、失敗になっちゃう。あれか、あれか。待って、こっちから敵がいたらちょっとスポットしてみるわ。なんかね、小屋の中みたいなところに一人いるわ。オッケー。あ、こっちにも一人いた。そう、そこ今スポットしたやつかな、多分俺が言ってたの。そう。ちょっと待って、うん、じゃあこいつやるかな、一回とりあえず。弓が苦手なんだけど、この辺でスパンと。ミスった。あ、ここ。と。あ、やばい、見つかった。人質を助けろ。あ、まだでいる。ウェイ。全員助けたぞ。危ねえよ。おい。助けよ。下手くそ。しっかりしてくれ。いや、これがね、完全ステルスプレーだよ。俺は順調だった。あ、この人もか。オッケーオッケー。大丈夫ですか？お、ポスター剥がしとこう。なんてこった。まだ生きてるなんて奇跡だ。そうだ、まだ生きてるなんて本当奇跡だわ。え、ちょっとなんかアイテムがあるな。あれ？あれ？誰か死んで。あ、誰？最初からか。最初からかな？いや、わかんねえ。まあいいや。さて、マレーバックかな、もしかして。ちょっと待って、ね。あ、石じゃない。カメラ。
サイめっちゃいいね、ここ。え、いや、あれがマレーバックなのかな。あれがマレーバックなの。わかんない。じゃあちょっと二人同時で撃ってやってみようか。コールオブデューティーのごとく。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、なんかにやられた。え、あ、鳥だ、鳥。おい、また鳥かよ。また手首折ってる。また手首折ってるよ。マレーバックやろうか。え、じゃあ僕の鉄砲の方がいい。いや、弓かな。オッケー。じゃあ俺上の方やるから下よろしく。下？あの、川の近くにいるやつ。オッケー。当たるかな？いってみよう。スリー、ツー、ワン。ミスった。外したここ。あれ？あ、当たったのかわかんないけど。ここか。あ、逃げられた？おえ、おえ、おえ、ショットガンだ。待って。ほら。逃げられた。え、一人倒した。一人、一人じゃねえや。一匹や。殺した。オッケー。これマレーバックか？わからん。引いてみて。マジかよ。ヤック。あれ？マレーバックじゃない。うん。あれ？マップ見間違えたかな？これマレーバック。まさ鳥かよ。なんやねん、鳥。もう鳥がマレーバックでいいんだけど。鳥めちゃめちゃ手首折るんだけど。する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 。え？こいつ人殺したのもしかして。え？あ、あれマレーバックか。いた？あ、違う、あれ商人だ。おい。なぜ？あれ？どこ行ったんだ、マレーバック。前、この辺にいたはずなんだけどな。あ、あれか。いた？いた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 。スポットした。あれね、逃げちゃうからね、ゆっくり近づいて弓でやった方がいいわ。弓って重力あんの？あるっぽいね。あ、あの、弓もね、あの、どんどんね、改造していけばね、あの、サイトとかね、なんかいいやつにできたはずだから。とりあえず僕奥のやつやりますわ。あ。あ、待って待って、おい、奥のやつ待って待って、あ、止まった、オッケーオッケーオッケー、はい、ナイス。これは賭け人だっけか。こっちも、こっちも取っていい？ゲットできねえんだけど。え、嘘。は？あ、一個。お、一個だけかよ。え、こっち取れないの？取れなかった。え、取れるよ、絶対。もらえなかったよ、でも。見てみるか、じゃあ。もらえなかったけど。嘘？もらえてねー、あ。もらえてねー。当たりどころが悪かったんだろ。あと2個必要だし、だる。じゃあもうちょっと出るの待ってみようか。作業芸かよ。あ、いた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 。あ、いた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 。すぐそこにいた。ん？あれ？マレバック？あ、マレバックだね。二人同時に撃つか。僕、右の方やりますわ。オッケー。スリー、ツー、ワン。死なねー。バカ野郎。オッケー。オッケー、ナイス。うま。外してからの撃つのうま。夜になっちゃった。夜なんてあるんだね。動物狩りしてたらもう、ひひ、もう、夕暮れだよ。お、マレーバック2個ゲット、いらねえんだけど、まあ、餌は欲しいから。いいよ、強化していいよ。クラフト、ほい。これ最強になった。マジで？ああ。どこ行くか。どこ行こうか。じゃとりあえず時間いいところ来てるか、ちょっと待って。時間いいところ来てるから、じゃあ今回ここまでにしようか。オッケー。じゃあ次回、ハークのこのバギー運転でどっか行ってみよう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高い火立てんの